どうもウィリアム・テンプソンです。今回はですね、青靴をより美しく見せるための磨き方を説明していこうと思います。今回磨く靴はですね、こちらのストラチッタの、まあ、青いウィングチップですね。これもともとですね、こんな感じで薄茶色だったんですよ。で、もう染める気満々で買ったんで、青系とか、例えばその私は染めた靴はあんまないんですけど、焦げ茶と黒と青と緑と紫、こんくらいしか染めたことはないんですけど、初めてその青とかカラフル系な色、黒とか焦げ茶ではない色だったんで、ちょ怖かったんですよ。だから3000円で中古で購入したんですけど、まあ、とてもね、3000円で買ったような色合いじゃないくらい、まあ、自分で言うのなんですけど、結構綺麗に染まったと思うんですよ。もちろん自分で染めたやつしか適さないっていう動画ではないんで、もう普通に既製品で元から青かった靴にも使える技なんで、まあそちらを紹介していこうと思います。この靴はですね、ライニングがなんか加工されたような革なんですよ。まあ加工されたものが革なんですけど、樹脂が乗っかってるみたいな感じの革なんで、デリケートクリームとかオリーブ油とか塗っても意味ないんですよ。むしろ害なんですよ。だからもうシューツリー入れちゃいます。もしね、普通にオリーブオイルとか浸透するよっていう靴であれば、シューツリーとかまだ入れなくてもいいです。さて、準備が整いましたんで磨いていこうと思うんですけど、まずはですね、リグロインを使います。前回の赤靴磨きの方法とね、ちょっと違うんですよ、やり方が。青はね、まただからちょっとその違いも含めて説明していこうと思うんですけど、まず赤と違ってもうムラ感があるの分かりますかね。まあ、あんまりそのパティーヌ的な感じで染めはしなかったんです。あんまり好きじゃなくて、なんていうの、ジョン・ロブのミュージアムカーフみたいなの、ヒョウ柄みたいになっちゃってるやつあるじゃないですか。もう極端に言うけど、あれね、ちょっとあんまりよく分かんなくて、でこの縁を濃くするように塗ったんで、ほら濃くなってるの分かりますかね。で、あとつま先もそうなんですけど、そういう感じの靴を綺麗に磨く方法なんですけど、まず赤と違ってですね、あれはもうムラ感がなかったじゃないですか。その点から、クリーム塗りがちょっと違ってきます。で、あと、先にそんな説明してもしょうがないんで、リグロインの容量落としの話をすると、あんま気にしなくて平気です。まあ、自分で染められるっていう安心感があるから気にしてないんですけど、もしね、染められないっていう方だったら、まあ、赤と同じで、極力、つけすぎないで、そしてこすりすぎずに、なんか適度にもう、あ、怖い、もうやめとこうみたいな感じで、一回塗りとかね、抑えた方がいいです。で、こういう靴は、なるべく、そういう方ならね、ワックスとかは落とした方がいいです、定期的に。ワックスはずっとね、塗りっぱなしにしとくと、すごく硬くなっちゃって、全然落ちなくなっちゃうんですよ。ほんで、こすりすぎて、下手したら、もうね、ああ真っ白になっちゃったとかになっちゃう可能性があるんで、まあできないという方はなるべく落としてください。私は一応できますので、これ最後に手入れしたのいつだっけな、もう覚えてない。まずこんな色の靴履く機会ないからさ最近はもうようやく出なくなったと思って皆さん安心してたかもしれないですけど、もう出ますね。ジェームウェストンしつけえよって感じだよね。ジェームウェストンとかチャーチ系の靴をもうずっと履いてるんで、なんかあんまりこういうちょっとモードっぽい靴は履いてないんですけど、まあこれはこれでかっこいいですよね。青が似合ってると思います、自分で言うのもなんですけど。ちょっとやっちゃったんですけどね、1回しかやってないんで普通と考えて説明します。指で擦るだけでこんな光っちゃうんですけど、リグロインをですね、こう指っていうか布にねつけるじゃないですか。したらワックスの子にこういう感じで優しく、今全然力入れないです、こんな感じでね優しくずっと擦るんですよ。で、擦りすぎって言っても今全然力入れてない上にワックスを擦ってるだけなんで皮に影響は今のところないです。で、ずっとやってるとだんだんね、最初はサラッ、もうスベスベスベって感じなんだけどだんだんガサガサしてくる、なんか抵抗を感じるんで、まあ、抵抗感じたなと思ったらもうやめてください。そしたらもう皮擦ってんっていうことになっちゃうんで、それもう危険状態です。まあ、皆様が言うのようにもうリグロインのね危険なところが出てしまうんですけど、このやり方だったらリグロインの危険なところは出ず、むしろ
いろいろのいいとこしか出てないっていうか。で、全体はですね、これそんな厚塗りしてないんで、まあ、バーディーです。で、見ての通り、なんか、濃くなってすぐ薄くなるような感じで、リグロインがね、こんなあっという間に揮発するのにもかかわらず、リグロインまでを吸収しちゃってるっていう、相当な乾燥具合なんで、デリケートクリームをこれが塗りますけど、結構塗ってみます。万が一ここで薄くなってしまったら、まあ、やったことないっていう方でもね、ちょっとおすすめする方法がありまして、これらを使います。スピラン、青と空色ですね。まあ、これは知らない方のために言うと、アルコール染料って言って皮を染めるためのアルコール系の染料です。これを使ってですね、若干落ちちゃったような部分とか、色鮮やかだったのに、なんか焦ってきちゃって、発色が悪いなって時に、こちらを使うといいんで、せっかくなんでね、ちょっとデリケートクリーム塗る予定だったんですけど、先に塗っておこうと思います。まず用意するものはですね、布とスピランと、あと何らかのアルコール系、これ燃料用アルコールなんですけど、別にこれでも問題ないです。普通に消毒用エタノールでもいいんですけど、で、あとね、まあ、ハケでもいいんですけど、ちょっとそれだと大掛かりになっちゃうので、今回はね、この全然布で OK です。そんで手袋あった方がいいんですけど、私ちょっと今ないので、もうアバターになることを覚悟しながら塗ります。使うのはですね、こんな感じの色であれば空色から使います。ほら、もう出てるんですけど、普通に染み込ませて、で、ザーッと塗ります。こんな感じで、どうですかね。もうって思いません？大丈夫なのって思うんですけど、大丈夫ですから。こんな感じで、で、これね、ちゃんとリグロインで落としてないと変なシミになる可能性もね、全然あるんで、気をつけてください。ちゃんと落としてからやってください。デリケートクリームとかも使っちゃうと、うまく染み込まないっていう可能性も出てくるので、まあ、使わないように、リグロイン後っていう感じで使うとよりいいんですけど、一回使ったらなんかこんなね、もうやばそうな色になるんで、まあ、別に変えずにもう一回つけて空色をもう片方に移ります。で、なんかほら、もうこっちさ、鮮やかになってるでしょ、こっちと比べて。わかりますかね。なんかちゃんと伝わってんかな。ちょっと今話してたせいで全然乾いちゃったな。はい、塗り終えました。こんな感じでね、まああんまり違いはわかんないと思うんですけど、色鮮やかになったんですよ。ついでに指も鮮やかになったんですけど、空が終わりましたら青を塗ります。青なんで、じゃあ最初に青を塗らずに、まあ、これにはしっかりとした理由があります。まずスピランっていうのはなんかよくわかんないんですけど、いくら薄くても濃くても後に塗ったものがすごく主張してくるっていうの、激しく主張してくるんで、激しく主張させたいものを後に塗ります。で、この靴の場合はなんていうかな、このアンティーク系の塗り方なんで、縁をなるべく主張させたいということで、この青、濃い方を後に塗ってます。空色っていうのは、まあ、完璧な水色ではなく、結構どちらかというと青より青っぽいんで、なんか青はね、ウルトラマリンみたいな濃いめな青だね。まあ、言ってしまえばスピランは混ぜることができるんで自由自在なんですけど、絵の具と一緒で。とにかくね、こんな感じで縁を塗っていきます。表面磨きするとき円描くじゃないですか。そんな感じでね、塗っていくと、まあぼやけながら染まっていきます。で、塗るところはパーフォレーションのところをして、つま先で、まあ、こういうここもね、ここのパーフォレーションも塗って、あとこういうところの縁、履き口あたり、あんまり履き口やんと下手したら靴下とかについちゃうんですけど、で、あとこのダウンサイドポリッシュしてる部分、下っ側、こういうところも塗るといいですね。で、なるべくだったらこのここ見えない隙間あんじゃん、ここもちゃんと塗った方がいいです。まあ、ここで刷毛じゃないとちょっときついんですけど、こっちが塗った方で、こっちがまだ空色のみしか塗ってない方です。まあ、あんまりわかんないと思うんですけど、明らかにこっちの方が発色が、濃淡がね、出てるっていうか、これで磨くとね、綺麗なんですよ。だからおすすめですよ。で、なるべくだったらまだらっぽくしたいんで、まあ、こんな感じでね、雑に塗るって感じ。まあ、雑ではないんだけど、旗から見たら雑っぽい塗り方にするとね、いいです。まあ、あんまり考えない方がいいですよね、逆に。だからって考えなさすぎてバーって全部塗っちゃうとダメなんで、まあ、そこは臨機応変に適当にやるべきなんですけど。はい、両方ともできました。これがスピラン後ですね。なんか光ってるんですけど、これスピランの特徴で、なんかね、光るんですよ、スピランと。この指に関してはですね、もうアルコールつければ
まあある程度は落ちると思います。今これアルコールついてるんですけど、これだんだんキビが青くなってきてますけどね。今ね どこにアルコール置こうかなと思ったのなくて、ちょっとキビの蓋につける羽目になためる羽目になっちゃったんですけど、ほらある程度ね落ちてるじゃないですか。これリグロインじゃ落ちないんで、アルコールじゃないと無理です。あと水だと結構きついです。まあ、本来は本当手袋するべきなんですけど、ちょっとなかったんでまさか革手袋でやるわけにはいかないです。はい、ある程度落ちました。それではデリケートクリームを塗っていこうと思います。本当青とかだったら、なるべくだったら色付きのデリケートクリームの方が発色が綺麗にできるんですよ。だけどまあなかったら無色でも平気ですし、最初にスピラ塗ってるんでもう混ざっていますから平気ですね。それは問題ないです。デリケートクリーム塗るとさ、まだ乾いてないからなんだけど、テカってんのはね、なんかみずみずしい感じが一気に出ますから。これね、海っぽい色じゃないですか、青って。だからよりねみずみずしさを出すのにはデリケートクリームは欠かせませんからね。やっぱこのね、ほらなんかこれ書いた時に、塗ってブログをね書いた時に、モルディブのなんとかみたいなモルディブの海をあれイメージしてやったみたいな適当なこと書いたんですけど、これ結構ね時間空けちゃったんで、前のねメンテナンスの時からちょっとだけ多めに塗ります。だからカットもう一緒ですから、これは。そう、そんでデリケートクリーム塗るとスピランのあの感じが消えるんで、まあスピランでの完成形っていうのはデリケートクリームを塗ったら見られます。ほらこっちスピラン塗っただけで、こっちはデリケートクリーム塗っただけなんですけど、そんなにほらこっちほど主張は激しくないじゃないですか。こっちほど主張を激しくしたいんであれば、そのデリケートクリーム前にスピランをもうちょっと濃いめに塗るっていう手もありますし、いやむしろこれよりもうちょっと鮮やかにしたいって場合は、最後にもう一回ですね空色を塗るんですよ、全体に。最初の時みたいに、そうするとですね、さっきも言った通りスピランは上塗りしたものがすごく激しい主張の仕方をしてくれるんで、それを生かしてですね、まあ空色に激しい感じになってもらって、結構水色感を出すっていう手がありますね。はい、デリケートクリーム塗り終えました。まあいつもほらこのデリケートクリームにスピランを混ぜて、で色付きデリケートクリームって言ってるんですけど、まあ混ざるだけあってですね、このデリケートクリームを塗ればスピランとその融合してより自然なねグラデーションを出してくれるんですよ。だからこのデリケートクリームを塗ることによってちょっとムラっぽくなっちゃったとしても平気ですし、よりなんていうかな、その不自然ではないアンティーク的な感じの仕上がりになるんで、もうおすすめです。次にクリームを塗るんですけど、この2つを使います。これはですね、なんかアイリスブルーっていうサフィールのビーズワックスファインクリームのものと、あとこちらはサフィールノワールの1925のネイビーブルーですね。この2色を使います。でアイリスブルーはもうものすごい水色って感じなんですけど、まあ、こういう色に塗る分でしたらね、全然こういうのでも、まあ、ちょっと薄いじゃんって思うんですけど、これでも問題ないです。むしろさっきのスピランと同じで鮮やかさが増すんで、これはねおすすめです。そしてこのサフィールのビーズワックスファインクリームだっけはね、発色がすごくいいんですよ。でいて油分もちゃんと含まれてるんで、まあいろいろいいわけですね。皮のね油分補給にもなるし、発色もいいし、そしてツヤもかなり出るんで、とてもいいと思います。そして表面磨きの時ね、水に弱いとダメなんですけど、これ水に強いんで、なかなかおすすめなクリーム。それで安いし、でとりあえずこんな感じで1回だけ塗っておきます。したらまあ片方塗って、それでですね、この水色はね問題ないんですよ。別に全体に塗ればいいだけなんで、ムラにならないようにこれちょっと取って、でポッて置いて、でバーって広げるっていうだけ。もういつも通りです、まあ、わざわざ説明することもないかなとも思うんですけど、こんな感じでねやりまして、こっからなんですよ本当スピランで全部言ってしまったんですけど、ネイビーブルーをですね
ちょっとこの、ね、濃い部分ですよ、あのパーフォレーションの部分、つま先、この下部、そしてかかと、あとは切り返しの部分とか、そういうありとあらゆる端っこにこの濃いクリームを塗っていきます。まあ塗るときはですね、感じで置いていくんですよ。ちょっとあんま見えないと思うんですけど、濃いとこに濃いの塗ってんからさ、そしたらねこう伸ばしていって、あんまり広げないように、なるべくこの辺でねグラデーションをかけるようにして伸ばしていって、絶対やってはいけないことがもう塗りすぎることですね。塗りすぎたらとんでもないことになってしまいます。で下の部分にも塗って立体感が出るわけですよ。であとつま先部分、まあ、つま先はね正直ワックスでどうにかしちゃうので、あんま気にする必要はないです。でここも塗ってですね、ここを塗り忘れてるとちょっとなんか顔がねあんまりキリッとしないというか、まあ、メイクと同じなんでしょうけど、この中央部分だから結構ねここを塗り忘れること多いですけど、あれってなん時あるんですよね。でこういう隙間あるじゃないですか、ここは基本水色でいいんですけど、ちょっと残ったやつとかをこう乗っけてあげてですね、まあさっき言ったミュージアムカーフじゃないですけど、こういう普通の何もないとこもムラ感を出すことによって表情が生まれるっていうのもありますので、ミュージアムカーフほどまだらにはせずとも、まあある程度のまだらはあってもいいかなと思います。かかとも塗って、まあ、こんな感じで終わりです。一応このコバも塗っておきますね。赤靴の時と全然違うと思いません？でついでに言えば黒とは、あと茶色とも全然違いますよね。ただねこれ茶色と似てる部分は、まあアンティーク仕上げですね。茶色のアンティーク仕上げもこういうところやるんだったら同じ感じです。だからもしやるんだったら茶色からちょっとね練習して、ほんで青に行った方がいいかなと思います。茶色はほらそんなになんていうか技術は青ほどいらないですから、青はね鮮やかさとかっていうのが重要となってきちゃうんで、ちょっとミスるとねってなっちゃうことがあります。だから茶色から練習するのがいいですね。茶色だったらまあ例えば青塗ってもいいですし、赤塗っても赤茶塗っても、うん、焦げ茶でもいいですし、黒は塗んな方がいいですね。こういうところいや濃くしたいんだって言って大量に塗っちゃったりすると、でしょ、センスがない状態、なんかダサくない、やりすぎじゃないっていう感じになっちゃうんで、まあ、あんまり主張はあんまりしない方が、謙虚な感じで濃くするっていうのが一番グラデーション的にもいいと思います。サフィールの2つを塗り終えました。こんな感じになったんでブラッシングしていきます。はい、ちょっと残念ながらね手元に青用のブラシがなかったんでどこ行っちゃったんだ。とりあえずすごく300円くらいの馬毛ブラシで今やってます。まあ、結局ブラシなんて値段じゃないからツヤに関しては持ちやすさとかは値段多少関係あったり抜けにくいとかそういうのもありますけど、ツヤに関してはもう、ね、値段全くもって関係ない。100均のでも十分っていうか、まあ、あれはちょっと抜けるんであんまり好きじゃないですけど、ほら光ってるでしょ、もうブラシも青くなっちゃうんで、まあ最悪これは洗ったり、あとなんか蒸しタオルとかにのっけてってよく言いますけど、で色落としたりとかっていうことしてもいいし、もう青用に使っちゃうっていうのもいいですし、とにかくねこんな青の靴をたくさん持ってるんだったらいいですけど、私は青の靴一足しか持ってないんで、わざわざ青用の靴ブラシをね履くわけでもないですし、買う必要もないかなみたいな感じで、まあ、あるにはあるんですけど、その辺には置いてなかったんで、すぐ多分奥にあると思うんですけど、はい、続いてもう一回馬毛ブラシ、いつも使ってる方がツヤ出るんで馬毛ブラシで、ね、もう一回ブラッシングします。どうですか、結構いいツヤ出てますよね。さっきの最初の時はさ色は綺麗だったけどツヤが全然なかったじゃないですか。これツヤ出ると全然違いますからね、見た目がだいぶいいですね。やっぱりいいなこの靴、かっこいいな。さっきからこの辺を濃くしたりとか水色塗ったりとかそういう感じでね、全体の仕上げも
いつもはつま先しかやってないですけど、ほとんど全体の仕上げもちゃんとやるっていうのが青靴の磨き方なんで、なるべくこのこれが仕上げとなるんで、全体仕上げの最後のヤギ毛ブラシはしっかりとやった方がいいです。ほらほらほら、どんどん光ってますね。結構、結構光ってますよ。やっぱさっきのあのビーズワックスファインクリームだっけ、安いやつ、あれ900円くらいなんですけど、あれ光りますからね。結局別にクレームじゃなくてもあれでいいんじゃないと思うんですけど、見た目がまあなんかかっこよくないんであんま見た目とか気にしないですけど、はい、全体の仕上げが完成しました。結構ツヤ出てますよ。ツヤも出てるし、色もねかなり鮮やかです。どうしても伝わんないんですよね、これ。なんでだろうな。残念だな、この辺なんか光っちゃってますもんね。全体のこの感じがね、今見るとすごく、なんていうのかな、あの緑っぽいんですよ、なんかベースが。ベースが緑っぽいけど水色なんで、透き通った海みたいなツヤしてますね、色してますね。それではですね、最後に。サフィールノワールのワックスを使っていこうと思います。使う色はネイビーブルーです。もうなんかものすごいことになってますけど、あんま使ってないんでね、青があるワックスだったら私が知ってる中ではもう今売ってるとかそういう感じで、もうこれしかないですね。一番光るし使いやすいっていうのは、インカーンもねあるにはあるみたいなんですけど、あんま手に入りづらいんで、これがね1000円くらいで一番手に入りやすいんでおすすめです。もう真っ青なんですけど、気持ち悪いね、こんな人いたら。あのこんくらいちょっと多めにですね取って、でつま先の先端から塗っていきます。で一気に塗りすぎないで、ちょんって置いて、でこの曇ってる置かれた部分をちょっと伸ばしていくんですよ。で本当に少しだけ伸ばすのは こんな程度で、またちょんってやって、あ今つけすぎちゃった、で伸ばしてって、で、あもう滑らないと思ったらまたチョンってやって伸ばす。でこの靴に関してはメダリオンがあるんで、メダリオンのところでチョンってやったらならないんで、メダリオンがないあたりでもうこれ置いていくっていうのが、まあ、コツとなってくるんです。結構難しいんですけどね、そういろいろ重なり合っちゃって、こんな感じでですね伸ばしていきます。でなんでそんな感じでやってるかっていうと、まあここだけね濃くなるっていうとね、ちょっとかっこ悪いんですよ。だからまだらのあるアンティーク磨き的な感じのね濃さっていうのを出すためには、まあ、こんな感じでですね、ちょっとムラっぽい感じで塗っていくっていうのがコツとなります。で、まあ、この後あのスタンプ方式やるんで、まあ、あんまり下地はね関係ないんですけど、下地の下地となる指塗りの塗り方ではあんな感じがまあ一番おすすめなのかなと思います。で小判にも塗ります。まあこのダウンサイドポリッシュもやるとねよりいいかもしれないですけど、履いた時どうなるかっていうのはちょっとなんかやばいことになりそうだなと思いますけど、でいつも通り一回下地塗ったら次スタンプ方式をやっていきます。スタンプ方式の時はまあこのくらい取ってですね、それをまたつま先先端からですねこういう感じで塗っていきます。まあ、そうですね、こんなかな、やり方としてはこういう感じでやっていけばもうおのずとムラになってしまうんで、わざとねあえてムラを出すっていう感じではこのやり方が一番いいと思います。これでさ真っ黒みたいな感じでもう乗っかってますっていう、あんなだとね変だと思います、私は本当に。だからスタンプが一番いいと思いますね、青靴は。で全体もほらこういう感じでちょっとムラっぽい仕上がりなんで、よりこの辺もムラっぽい感じにするのをおすすめします。かかとも忘れてましたけど同じ感じでやります。一応復習としてもう一回言うとですね、こんな感じで先端から塗ってって、まあ置いて伸ばして、あもう滑らないってなったらまた置いて伸ばしてっていうのを繰り返して全体に塗っていくと、そういう感じで
とりあえず最初はやります。コバダのダウンサイドポリッシュだのしながらかかとに移り、かかともね同じ感じで、かかとの方が楽ですよね、もうこうやって塗るだけなんで。こういう感じで塗って、1周くらい回ってきたらですね、次にスタンプ方式をやります。スタンプ方式の時は、まあ、ちょっと多めに取ってですね、多めに取った時のものをもう直に塗っていくっていう、塗っていくっていう、こう叩きつけていくっていう感じ。叩きつけられた時に指紋っぽい感じでね、デコボコするっていうのが肝なんですよ。そのデコボコすることによって山の部分には多くあり、して谷の部分には少なく、ね、ワックスが乗っかってるってことになるんで、まあ、濃淡ができるわけですよ、そこで。まあ、後でね、ちゃんと平らにするんですけど、それでもそれは残ってしまうんですよ。それを残すことによって、アンティークっぽい、まだら系のね、濃淡ができるんで、非常に美しい、自然的な仕上がりになります。さて、戻ってきました。一回スタンプした方なんで、まあ、もう一回スタンプしてもいいんですけど、ちょっとね、あんまりやりすぎちゃうと、変なことになってしまうんで、指にちょっとつけた状態、もうこういう感じで、一回こう、つけただけ、みたいな、そんな状態のを優しく塗るんですよ。そうすると、スタンプの凹凸がですね、一気に崩れて、スベスベしてくると思います。そのスベスベした状態を、まあ、なるべく、崩さないようにして、だからスベスベになったらもうそのまま次に行くっていう、深追いせずにすることによって、まあ、濃淡がある程度あるまま均等に、ね、均一になってくれて、それで光るっていうその状態に持っているんで、こっちも同じです。こう優しくやってですね、でザラザラっていうのがスベスベっとしたらもう別のとこに移りして、全体をスベスベにしたらもういじらない、してかかとに移ると、そういう感じでやります。ここでですね、一旦乾燥させます。ということでソールのケアも終わりましたので、まあもう乾いたね、もう完璧だね。この状態でサフィールのワックスを使ってですね、磨いていこうと思います。次はどんな青靴をきれいに磨く技が出てくるんだって思った方はもう残念ながらないです。もう同じ、ここからは同じですね。もう正直言ってスタンプ方式の時からもう一緒ですから。こんな感じで、まあとりあえず同じなんですけど、一応説明するとかかとからやるといいですよ。失敗する確率が減りますんで。でつま先は甲側から徐々に先端に向けて、最初は優しめでだんだん強くしていくんですけど、まあ、無駄に強くする必要はないです。とりあえずなんかちょっとざらつくなーって時は優しめでやって、だんだんざらつきがなくなってきたなと思ったら、まあ、ある程度強くやるっていうのもいいんですけど、1回目じゃないですか今、ね、1回目だから、まあ、あんまり強くやる必要はないです。3回目とかだったら強くやってもいいんですけど、1回目くらいの時はまだちょっと、緊張をほぐさない方がいいですね。下手したら剥がれちゃってまた最初からやり直しなんで、最初からって言っても別にワックスからなんですけど、1回磨いたらもうこんな感じで光るんですけど、もう1回ですね塗ります。ちょっと多めに取ってこんな感じで磨きすぎずに乗っけていく感じで、でいて元のほらちょっとザラついてるなっていうのも、慣らしていくような感覚で塗っていきます。そんで完全に曇らないでちょっと油膜っぽい感じにしたらかかとに移り、もう片方に移ります。だから油膜残しって感じですね。単純に油膜残しをしてこっちを磨くというのが次の段階です。もし最初にワックスつけて水つけて磨いた時にこんな感じで曇ってるのが油膜が出ずに全然曇ったままだと光らないって時はもう放置してください。乾いてないんで、それは全然乾いてないからもうちょっと待った方がいいですね。でまた乾いたかなって思った時にやれば多分うまくいくので、今みたいな感じになるんで
いきなり光り出すっていうか、基本私のあのやり方、下地を最初作って、そんでスタンプ方式でやって、で鳴らす、で3回だから塗った状態で、で紐を通しソールのケアをするっていう、そのねやり方でやれば、うん、乾きます。基本はね、乾かない時もあるんですけど、天候とか気温によって、まあ、だけどそんなに、そうですね、だから言っても10分もしないんじゃないかなって感じ。こういう風に油膜を出したらかかとに移って塗るような感じで、さらなる厚塗りを目指してるわけですね、これの段階では。でここまで来たらもう本当にね、本当に表面だけみたいな、そんな感じの油膜を、ね、残してですね移ります。で見てわかるかと思うんですけど、ただ黒いだけじゃなくて、ちゃんとまだらに黒くっていうか濃くなってるっていうのがわかると思います。これはスタンプのおかげですね。スタンプじゃないで普通にベタ塗りしてると、ただ単に真っ黒になるだけっていう感じなんで、おすすめはしないんですけど、ちょっと今更なんで申し訳ないんですけど、青靴ってね、なんかこの辺がものすごく白くなるんですよ。白くなる傾向があるんで、履き地がね、だからあんまりそのこっちまでグッてはみ出た磨き方はしない方がいいんですよ。両方ともこんな感じになったので、こっからですね、もうネル布の最終仕上げに移りたいと思います。ほんのちょっとだけワックスをつけて、で水もまあ多少つけて、で優しく最初は磨いていきます。でまあ光ってくると思うんで、いつもだったらね、ってか今までだったらここでまた油膜を残すためにワックスをつけてってやってたんですけど、もうここで油膜を取る感じでずっと磨いていきます。寝るのまでです、これで。なかなかいいツヤになってますけど。そしたら脱脂綿をですね取り始めて、で全体になじませたら磨いていきます。もうここは究極鏡面磨きシリーズの脱脂綿磨きを、ピカピカ靴磨きさんが教えてくれた脱脂綿磨きをねやればいいと思うんで、まあ皆さんもぜひピカピカ靴磨きさんが教えてくれた脱脂綿磨きを実践するといいと思います。このピカピカ靴磨きさんが教えてくれた脱脂綿磨きをすることによって、小傷が消えてツヤがねより一層出るんで、もう見てわかりますかね、明らかにツヤ出てますよね。まあ、こんな感じにすごいいいツヤが一発で出るんで、まあ、このピカピカ靴磨きさんが教えてくれた脱脂綿技をやってみるのもいいっていうか、やるべきだと思います。でこの後コンパウンド磨きに移ります。その前に脱脂綿の仕上がりなんですけど、なかなかね鋭くなってると思います。ツヤが、まあ、かかとは雑なんですけど、つま先のツヤはですね結構いい感じになってると思うんですけど、まだなんかちょっと曇りがあるんで、コンパウンドで仕上げていきたいと思います。このコンパウンドをほんと少量寝るのにつけて、水をつけてして優しく磨いていくという、これも究極鏡面磨きシリーズ見ていただければもういい話なんで、あんまり詳しいことは割愛しますけど、ほらほらどん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 ツヤが生まれてきますよ。でコンパウンドは何かと混ざることをね非常に嫌うので、なるべくなんだろう、混ざらないようにしてください。だから何が言いたいかっていうと、ネル布の面は変える、してこの余計な部分はね磨かないんです。この辺は例えばクリームとかついてるわけですから、まあ、それを混ざるのも嫌うんで、なるべくだったらこの光らせたい部分のみ磨くというのがコツですね。でさっき脱脂綿使った時にはもう多分消えてると思うんですけど、そのワックスの油膜も嫌うので取っておくっていうことは大切です。非常にスベスベになったんですけど、まだちょっとねなんか小傷が残ってるので、最後にピカピカ靴磨きさんが教えてくれた脱脂綿磨きをして終了したいと思います。はい、本来であればネル布後の脱脂綿あったじゃないですか、あの時に、あの前にちょっと全体をヤギブラシでねもう一回だけブラッシングした方がいいんですよ。だからほら鏡面磨きしてん時とか紐通してる間になんか
触ってそこがちょっと曇ってることがありますし、時間を置いてることによってさっきより全体のツヤが出ることがあるんで、ちょっとやった方がいいんですけど、さっき忘れちゃったんでね、最後の本当の最後の脱脂面仕上げの前に今やってます。ではラストの脱脂面です。まずこれも同じですね、やり方は。もうね、コンパウンド後の脱脂面は相当光りますから、もうこれで終わりでいいと思います。どうでしたかね、青靴磨き。これで終了となりますけど、なかなか違いがあって面白いけど難しいって感じじゃないですかね。この鮮やかさを出すっていうのが肝となってきますから、いかにね鮮やかに磨くかっていうのが重要ポイントとなってくるんですけど、まあ簡単ですね、それは。単純に発色のいいクリームを使えばいいというだけなんで、まあスピランも用いてということで完成しました。今回結構長かったんじゃないかな。ツヤはこんな感じです。今キウイがちょっと遠くてどんだけ映ってるか分かんないですけど、なんか結構出てる気がしますね。意外と光りました。ほらで全体もダウンサイドポリッシュもちゃんと光ってて、コバもある程度光ってて、ヒールもねなかなか、いつもよりは光ってますね、ヒールも。ということで青靴を美しく見せるための磨き方のお話でした。ぜひね、もうこんな普通じゃない色なんだから、もうおしゃれさんしか履かないもん、こんな色だったら綺麗にした方がいいということで、真似していただければ幸いでございます。それでは、はい、こちらは後付けの動画となります。外で撮った動画なんですけどね、ちょっとまさかこんな長くなると、なんか、ね、撮ってる時ね結構長いなと思ったんですよ。だんだん喉がおかしくなってきちゃって、大丈夫かなと思ってたくらい話してたんですけど、全部見たらね1時間20分くらい撮ってただからね、最後の方はだいぶ端折っちゃいました。ということで、あんまり気になるっていう方は本当究極興味磨きシリーズ見てください。もうそれと全く同じことしかやってなかったんで、これでも乗っけた方なんでちょっととにかく、はい、こんな感じで自分では結構いい仕上がりだと思います。それでは